はい、こんにちは、こんばんは、シャリペースカルチョビットはやっていきたいと思います。ちょっとね、もうこの画面を見てちょっとお気づきの方もいるかもしれませんが、ちょっとね、はい、奇跡が起きています。なんと今 N2 の順位1位です。しかもさらに無敗ということでね、いやどうしちゃった、あのトレーニングは。あれでね、こう見るとね、まあ、ほんと、奈々子と、ここ山、黒岩、まあ、エイトあたりが強すぎるだけで、他の選手は大して強くないんだけど、まあ、N2 で今、無敗です。ちょっと驚きでしたね。あの、選手が、強い選手が4人いるだけで、N2 リーグは、優勝できるのかもしれない。でね、今日の試合はね、勝ったら、2以上確定するという試合なので、動画を撮っています。で、ゴールランキングとかも見ますか。はい。これは35ゴール。化け物だね。どんだけ点決めてんの、この人。やばすぎでしょ。一試合、二点は確実に決めてるからね、計算上。ちょっと、素晴らしい。で、小山も17ゴール決めてます。で、あと7個、10ゴール決めて、7アシストしてくれてるという人です。なんか、くるみもね、なんか、頑張ってくれてるぐらいというか。というね、今の結果に、まあ、順位になっています。ということで、今日の試合は、そのすぎフォクチン戦やっていきたいと思います。スタメンはまあ、この11人でやろうかなと思ったけど、ちょっと黄色を変えるから、変えましょうか。はい。じゃあ、試合開始。勝率はこっちの方が上ですね。今シーズン無敗だから、もう勝てば2以上確定。で、これ N1 でやっていけるのかっていうのがちょっとね、気になる、ね、正直。ベンチ外にいる、緑とかも結構強くなってきてるんで、もしかしたら、ちょっと6以上、N1 で1年目6以上狙うには、もうあれだね、彼らを出すしかないね、日野とか。そうすれば、まあ、N1 6以上生きると思うんだけど、やばくね、これ。やばね、救われたね。マジで強くなってる。負けてないからね、今シーズン。黒岩ゲーだから、このゲームは。あと、緑もね、マジで強くなるんで、結構今後に期待です。ファールか。退場しろ、退場。君が、追って、いやー、クロス上げられない。で、ちょっとね、何も話すことないね。やるかな、やばいやばい。本当なんでこんななんかさ、このほぼオールエースな人間を3人入れただけでさ、N2無双できるんだろうね。ちょっと謎なんだけど。このゲームフォワードいれば勝てるのか？まあでも、N1 じゃ多分そうじゃないのかな。お、ナイスキー。これはスーパーツェルでしょ。1対1止めるのはマジで神で、神。黒岩そこまで落ちてきたか。まあ、それでも前にね、小山がいるんで、大丈夫でしょう。ゴールキーパーをかわした。そうだね、このシーズンこれからね、黒岩がね、なんか落ちてきてもね、ちゃんと小山が前にいるってことが本当にでかいね。一人でも決めたかんね、俺。ゴールキーパーをかわして。ゴールキーパー何やってんだ。こうとりあえずって。で、多分失点多いのかな、うちのチーム。まあでも失点30。まあ2位と3位のチームと比べて多いけど、やっぱ圧倒的な得点力を誇っているね。20試合で、70得点取ってますね。すごい。まあでも失点ちょっと減らしたいな。1試合平均1点ぐらいに減らせれば、って感じかな。まあでもディフェンダーはね、まだ全然育ててないんで、とか、育てられる人をゲットしてないんで、じゃ、N1 に上がったらかな、それは。N1 上がったら、予算も上がるんで、それでね、
メッセージを獲得したいと思います。お、いいんじゃない小山。いやー決まりない。お、うまい、かわして、そうだ、いやブロックされた、惜しいです。でね、ちょっと先日ね、僕はFIFA、22、買いました。買いましたっていうか予約したね、うん、なんか FIFA ってさ、なんかいろんなモードっていうかさ、種類があるじゃん。買うにもガールティメットエディションだとかさ、スタンダードエディションだとかさ、3つぐらい余ったんだけど、今回なんか、お、これもね、なんか2つになったのか、気のせいかな。まあ、とりあえず僕は、なんか、アルティメットエディションっていう、なんか1万3000円する、一番高いやつ買ったんだけど、まあ、理由はね、一つある。去年は、確かスタンダードエディションかな、買ったの。安い方買ったんだけど、今年はね、なんか、アルティメットエディション確か買うとね、今シーズン移籍した選手の、なんか、特別なカードみたいなのもらえるんだよ。OTW って言うんだけど、そのね、まあ、今シーズン移籍した選手といえば、まあ、ね、CR7 と、あとまあ、バルサにいたのスーパーレジェンド、メッシ。ちょっとスーパーレジェンドなのかわかんないけど、まあ、ちょっとまあ、とりあえずレジェンドってちょっと言い方よくないね。まあ、とりあえずメッシだね。メッシとロナウドが、まあ、それに、なんか、搭載されるということで、買っちゃってね。で俺はやっぱメッシとロナウドを引いて、もうシーズン最後までそいつらをメッシロナウドを使ってアルティメットチーム UT ちょっと戦いたいね。もう出なかったらもう慣れてプロクラブやってます、ね。まあ、FIFA の話は分かんない人はね、ちょっとつまらないかもしれないけど、 FIFA ちょっとねやりたいな。みんなで、ね、プロクラブやりたい。プロクラブまたちょっとね、パブリックと開いてやろうかな。まあ、ウィリアムね、今年からなんか名前変わって無料になるから、楽しみだよね。ちょっとウィリアムやりながら。あとなんかさ、もう一つなんかサッカーゲームができるみたいなこと聞いたけど、正直、いらなくないか。まあでも、課金によってなんか強く、金の力で強くしないみたいな。言ってたから、正直 FIFA の UT とかも明らか、まあ、ほぼあれ転売で稼げるとはいえ金の力だからね。まあ、だから、まあ楽しみっちゃ楽しみだけど、やっぱライセンス系やな、サッカーゲームって。だってウエストハムがなんか公式なんちゃら結んだとか言ってたけどさ、他のチームとかは実名できるのかな。まあでもなんか5000人以上なんか実名にするみたいなのが怖いだった気がするんだけど、まあちょっとよくわかんないです、新しいサッカーゲームは。まあでも無料っぽいからやってみたい気もするけど、やっぱ今の現代のゲームってやっぱ無料じゃないとちょっとダメなんかな、どうなんだろう。正直で無料でなんかさ課金制にした方が儲かるんだよね。だから無料のゲームが増えてるんだと思うんだけど、どうでしょう。まあ、失点しちゃったけど、まあ、ね、今4点取ってるんで、勝ちでしょう。もうサポートもドンマイで打ってるね。まあいいや、よくはないだろう。得点したのは秀島黒岩から。なんか、黒岩とね、小山に、あと奈々子がなんかいっぱい点取ってる見えるけど、なんか意外と他の選手もちょこちょこ打ってくれてるからね、嬉しいね。これでね、今シーズン2以上が確定しました。はい。で、まあね、1位になれば自動昇格できるんで、自動昇格目指してやっていきたいと。てかもうほぼ確定だよね。はい。まあ、自動昇格はほぼ確定なんで、次回の動画は、どうしようかな。もうジャパンカップとかワンチャン優勝できるかもしれないから、ジャパンカップ取りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。